ンをタップして Kindle を起動。読みたい本をタップすると本が開く。本を読むのを終わる操作は、画面上をタップしてメニューを開き、左上の下向きアイコンをタップする。本が閉じてライブラリに戻った。縦画面に1ページが表示されている。画面を回転させると横画面に2ページが表示される。画面の端4分の1くらいのところをタップするとページめくり。左右のスワイプでもページめくりできる。右上の角をタップするとブックマーク、しおりをつける。再度タップするとブックマークを削除。左下に本の位置が数値で表示されている。右下にパーセントで表示。本の位置の数値をタップすると非表示、読み終えるまでの時間に変わる。画面の中央部分、もしくは上部をタップするとメニューが開く。画面上をタップするとメニューが閉じて読書に戻る。メニューの下部にあるスライドバーでページ移動。ページの左右スワイプでも移動できる。プレビューをタップすると先ほどのページに戻る。スライドバーの丸は以前のページ。左下のアイコンをタップすると縦方向の小さなパネル表示になる。プレビューをタップすると先ほどのページに戻る。読みたいページをタップするとそのページが開く。メニューを開いて、左上のメニューアイコンをタップ。本のタイトル、著者、表紙。この本についてが開く。
移動をタップすると、本の位置を数値で入力して移動できる。最初のページに移動と本を閉じる前に、本を閉じる前には最後のページの次のページ、目次があり、章ごとのタイトルがある。章のタイトルをタップするとページが移動する。メニューを開くと、右上に操作ボタンが並んでいる。上部に本のタイトル。右上の i をタップすると、この本についてが開く。下部に章のタイトル、ページの位置、章を読み終えるまで1分、1のパーセント表示。右上のメニューボタンをタップ。その他の設定をタップ。アプリの設定、読書の設定ができる。ブックマークのボタンをタップ。ブックマークの追加、削除ができる。フラッシュカードデッキのボタンをタップ。フラッシュカード、単語帳を作ることができる。共有ボタンをタップ。本を進める、Twitter、Facebook などで共有。マイノートのボタンをタップ。ポピュラーハイライト、自分で引いたハイライト、メモが参照できる。ハイライトをタップすると、該当のページにジャンプする。右上、AA ボタンをタップ。明るさの変更。太陽のアイコンをタップすると、明るさの自動調整。明るさの自動調整、A。明るさ手動調整。テキストサイズ、プラスマイナスで、文字の大きさを変える。色をタップして背景色を変える。背景色、黒。背景色、セピア。背景色、緑。フォントを変える。余白を設定する。行間を設定する。
上部の虫眼鏡ボタンをタップすると、本やメモの中から検索できる。画面の中央部分、もしくは上部をタップするとメニューが開く。本を閉じる下向きアイコン。メニューアイコンをタップするとメニューが開く。目次。タップして移動できる。その他の設定。ブックマーク、ハイライトとメモは使えません。共有、 AA は明るさの調整のみ。下部にあるスライドバーでページ移動。ダブルタップすると拡大。再度ダブルタップで元のサイズに戻る。拡大したい部分をダブルタップする。ページの端だとページめくりになってしまう。ピンチアウトで拡大する。ピンチインで小さく元に戻す。ピンチアウトで拡大してダブルタップで戻す。左右の端をタップするとページめくり。左右のスワイプでもページめくりできる。コミックではパネルビューという読み方があります。右上、左上、右下、左下と1ページを4分割で読んでいく。中央に近い右上、左上、右下、左下、いずれかをダブルタップすると起動する。左端タップで進む、右端タップで戻る。本をタップして Kindle を起動。左上のメニューアイコンをタップするとメニューが開く。設定をタップ。アプリの設定。読書の設定。プッシュ通知をタップ。通知を個別に設定できる。不要な通知はオフにして、必要な通知だけオンにしておく。あなたへのおすすめ。アカウント、役に立つヒント、特別セール、日替わりセール。
コンテンツのダウンロード。Kindle からのプッシュ通知がすべて不要であれば、右上のスイッチアイコンをタップしてオフにする。ライブラリ内でシリーズごとに分類、漫画のみ。コミックの分類が不要であれば、タップしてオフにする。本の更新、本の自動アップデート。本のウィスパーシンク。メモやハイライトのバックアップ、読み進めた位置の同期など。本の更新と本のウィスパーシンクはオンのままにしておきましょう。ページめくりのアニメーションをタップしてオン。ページめくりのアニメーション、オン。ページめくりのアニメーション、オン。複数の列を表示をタップしてオン。複数の列を表示オフ。の列を表示オン。横書きの本が2列2ページで表示される。時計を表示するをタップしてオン。時計を表示するオン。読書中の左上に時刻が表示されている。ハイライトメニューをタップしてオフ。ハイライトメニューオフ。ハイライトを引いてもメニューは表示されない。ハイライトをタップするとメニューが表示。ポピュラーハイライトをタップしてオフ。ポピュラーハイライトオン。ポピュラーハイライトオフ。読み上げ機能をオンにすると対応するタイトルで使える。この本についてをタップしてオフにすると、本を初めて開いた時にこの本についてが表示されなくなる。ワードワイズは難しい単語の上にヒントを表示する機能ですが、対応する本のみでしか使えません。ヒントの言語は英語と中国語だけ。よって日本語の本には対応していない。読書中に長押しして移動すると、ハイライトを引くことができる。ハイライト部分をタップするとメニューが表示され、同じ色のバツをタップするとハイライトが消える。
色を変えるにはメニューで希望の色をタップ。デフォルトの色は最後に使った色で引かれる。ハイライトのカラーは4色。黄色、青、赤、オレンジ。ハイライト部分をタップすると、先頭と末尾にカーソルが表示される。カーソルを長押しして移動すると、ハイライトの範囲を変更することができる。ハイライトのメニュー。黄色、青、赤、オレンジ。メモ、シェアする、コピー、検索、翻訳する、ウィキペディア、コンテンツエラーの報告。メニューのメモをタップすると、メモのポップアップが開く。タップするとキーボードが起動して文字入力できる。本を読んで気づいたことや記録しておきたいことを入力すると良い。保存をタップするとメモが記録される。メモがあるというアイコンを目視できる。メモを確認するには、画面をタップしてメニューを開き、右上にあるマイノートのアイコンをタップ。マイノートが開き、ポピュラーハイライトとハイライトとメモが一覧表示される。自分が引いたハイライトの1ナンバー、文章、色、合わせて入力したメモがある。タップすると本のそのハイライトの位置が表示される。本を読んでいる状態でメモのアイコンをタップすることでもメモを確認できる。編集や削除も可能。
本を読んでいてわからない単語があったら、タップしてその単語を選択。すると3つのパネルが起動する。辞書、ダウンロードしてあれば説明がある。ウィキペディアの解説が表示される。翻訳する、言語から言語へ翻訳する機能。解説を読んで、情報が不足であれば、右下、ウィキペディアを開くをタップ。シルクブラウザが起動し、ウィキペディアの解説ページが表示される。翻訳する、では、言語を選べる。日本語が英語に変換されました。スピーカーのアイコンをタップすると、Galaxy。音声で発音の確認もできる。画面をタップしてメニューを開く。右上、フラッシュカードデッキのアイコンをタップ。プラスをタップしてデッキを作成する。新しいフラッシュカードデッキの名称を入力する。右上をタップして決定。カードの表、質問を入力する。カードの裏、その答えを入力する。右上をタップして決定。新しいフラッシュカードデッキをタップして起動。単語帳の表が質問でタップすると、その裏のその答え。正解なら右下の緑のチェックボタンをタップ。間違いなら左下の赤の×ボタンをタップ。スコアが表示される。画面をタップしてメニューを開く。右上のマイノートのアイコンをタップ。ハイライトやメモが一覧で表示される。右上の共有ボタンをタップ。フラッシュカードを作成をタップ。新しくフラッシュカードが作成されました。表がハイライト部分、裏がそのメモ。本の中で引いたハイライトとそのメモが一括で全てフラッシュカードになっています。動画を気に入ったら、いいねボタン、チャンネル登録。Please subscribe to my channel. 画面の丸いアイコンをタップしてチャンネル登録。新しい動画を毎週追加しています。他の動画もぜひご視聴ください。